少なかったので、そうまあ、人が結構入りやすかったみたいな。ですね。皆さんどうも。どそうですね。こんにうも。ちは。こんにちは。おはようございます。おはようございこんにちは。ます。どうも。キャー、キューちゃん。はい、どうも、こんにちは。今、キューちゃんボックスのところに、リアドさせていただきました。よろしくお願いしまよろしす。くお願いします。はい。今日まあ、僕自身が、宗教に興味がすごいあるのは、まあ、リスナーの皆さん知ってると思うんですけれども、キリスト教、やっぱりね、ニコ生と言ったら、キリスト教といえば、キューちゃん牧師ということで、キューちゃん、今日はキリスト教の、こう、神髄みたいなものを、いろいろ質問させていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いしアメン。ます。もともとその、なんだろうな、キリスト教に、こう、目覚めたというか、そういった部分ってきっかけは何だったんですか？きっかけはですね、一つは小学校の時に小学校行ってたということが一つの最初のきっかけですね。で、2番目は中高ってキリスト教的な学校に行ってたっていうのが2番目ですね。でも実際にクリスチャンになったのは26歳ぐらいの時に実家の前にアメリカ人の宣教師が2人引っ越してきたんですね。で、そのアメリカ人の宣教師にちょっとこう、まあ、それこそ、こうね、ワドさんみたいに、こう、信仰のことを聞きに行って、で、聞いて、よくわからなかったんですね。ちなみにどんな質問されたんですか、その宣教師さもう覚えてないんですけども、は。なんて質問したんでしょうかはい。ね。なるほど。それが直接的なきっかけです。その時は、その、なんていうんですかね、牧師さんではないわけですよね。クリスチャンになろうと思って。牧師さんになるためには、なんかテストみたいなのがあるんですか？普通の教会には、そういう神学校に行って、まあ、勉強して、それから牧師として、なんて、任命される、そういう過程が普通はあるんですね。私の場合にはですね、ちょっと変わった、コースがあって、牧師のいらない教会に行ってたんですね。その宣教師が、牧師がいなくてもいいという教会で、ブレザレン系っていうんですけどね、プレザレンブレザレン系、そういう、まあ、考え方の教会に行ってて、まあ、そこでリーダー的な働きをしてたんですね。で、その教会の影響を受けて、今度は自分で教会を始めたという教会を始めたのはいつ頃なんですか？1991年あたりですね。1991年。音小さいですか？音小さいですか？すいません。音小さい？音普通？ちょっと待ってください。一回確認します。問題ない。はい、すいません。なんか、僕自身、その、前も少しお話しさせていただいたんですけど、その、母親が教会に通っていたとか、まあ、父親は、スピリチュアリズムを今、信仰してるみたいなんですけど、僕自身は何かその、特定の宗教っていうのに入っているわけではないんですよ。で、ただ、その、キリスト教、まあ、イスラム教、仏教、神道、ユダヤ教っていっぱいあると思うんですけど、その哲学的な考え方であったりとか、その道徳観であったりとか、そういう部分にすごく関心があるんですね。なので、そのキリスト教の魅力とかをぜひ教えてもらいたいんですけれども、ぜひぜひ。もともとイエス・キリストが、その亡くなった後に、その弟子の方たちが作ったのがキリスト教っていう認識なんですけれども、もともとイエス・キリストが布教していたのってユダヤ教っていう認識なんですけど、僕自身は。その辺ってどうなんですか？そうですね。ユダヤ教はですね、旧約聖書にあるような宗教なんですけど、ユダヤ教の大事なポイントはですね、救い主メシアが来るというのが大事な教えなんですそうね。ですね。
で、イエス・キリストが今度は現れた時に、私がそのメシアだ、はいはい、私がそのメシアだと言ったのがイエス・キリスト、はい、そうですよね、はい、声が聞こえたと、あの、ヤハウェイ、そうですよね、から声が聞こえたと。で、結局そのユダヤ教徒たちに弾圧をされて、ゴルゴダの丘で処刑をされた。そうですね。で、3日後に復活を。3日目に蘇った、はい。それはそのままの肉体で蘇ったということなんですか？ですね、まあ、その栄光の体で蘇ったというふうに考えているんですね。その栄光の体というのは、まあ、私たちの、まあ、肉体ではあるんですけど、私たちの肉体は年を取るじゃないですか。はい、じゃなくて、その永遠の命として年を取らない。じゃあそのキリスト教的な言うところの、まあ、最後の審判の後に神の国に行ける人と、うんうん、まあ、永遠の死というものがあると思うんですけど、うん、そちらの最後の審判で与えられた方の体のまま地上に降臨されたっていう、うん、再誕された。復活した。それ以降の体として復活して、そして天に昇ったというふうに考えます。それはじゃあ、その、まあ、ご遺体があるわけじゃないですか。うん、そのゴルゴダの丘で殺された時の、うん、その体が復活したっていうふうに解釈すればいいんですか？それともそれは、二人いるみたいな感じですか？ですね、そこのとこは、まあ、はっきり言えない部分ですね。うん、少なくとも、その十字架で死んだ体そのものが復活したということよりも、確かに復活した後の、はい、ここですよ、ここに、ここですまあ、要意見があるんですね、ここだっていう意見と、はい、ここだっていう意見があるんですけど、その傷跡は復活した後もあるんですよ。ああ、なるほど。でも、それはもう、傷跡としてあるんですね。でも、もちろん、ある意味治ってるわけですけど、それが、復活した体そのものなのか、それとも新しく復活したけど栄光の体に蘇ったのかという議論です。だからそれはその教会の中でも意見が分かれている。いや、およそ栄光の体になったというふうに考えています。もともとあった体がその朽ちない体、朽ちる体と朽ちない体っていうふうに言うんですけど、はい、私たちこれ朽ちる体で、はい、この体では天国に行けないんです。うん、これは肉なんだよね。はい、で私たちは、朽ちない体で蘇って天国に行くんです。ですから、イエス・キリストもその後天に昇ったんですけど、それは朽ちない体に蘇って天に行ったと考えた。なるほど。では、そうなんですよね。3日後に、はい、その再誕され、まあ、復活をされた後に、の記述がよくわからなくて、はい、そう、そのまま天にこう帰っていったんですか、すぐ。いや、とかか復活して40日目に昇天します。ああ、じゃあ40日間その奇跡っていうのを、まあ、復活したっていうことで、そうですね、40日の間に弟子たちに何回か現れたんですね。うん、毎日現れたわけじゃなくて何回か現れたんですけど、およそ500人、500人の弟子たちに現れたと書いてあります。なるほど。三位一体ってその神様、はい、ヤハウェイで大丈夫ですか？はい、ヤハウェイ。ヤハウェイとイエス・キリストと、精霊、だから、天使とかって考えればいいですか？天使じゃないですね。はい、天使じゃなくてですね、天使は天使でまたたくさんいるんですね。数え切れないほど天使がいるんですけど、はい、精霊っていうのは、神の霊なんですね。神の霊、はい。まあ、神様自身が本当は霊なんですけど、はい、神は霊だとも書いてあるんですが、精霊は、神の霊。ですから、精霊って何なんですか？精霊というのはですね、そうですね、イエス・キリストを信じる人の中に、はい、来てくださる神の霊という。信じない人には、来ない。来ない、うん。存在しないということなんですか？来ないっていうことです。来ない。うん、その、来ないのは分かったんですけど、その霊自体っていうのは、精霊自体っていうのは、何を指すというか、どういう、そうですね、神の霊ですから、神の霊ですから、神ご自身と言ってもいいんですね。うん、ですから、精霊が来るってことは神が来るっていうこと
で、聖霊が私たちの中に使いみたいなことですか？使いじゃなくてですね、それだったらそのヤハウェが来るっていう表現でいいでもいいんですね。ヤハウェが来るっていう感じでもいいわけです、うん、キリストが来るっていう感じでも三位一体ですから、うん、三位一体っていうのは、はい、父子聖霊が一人の神っていうことですね、うん、あの、なんて言うんだろうな、イメージをしたくて、ヤハウェっていうのはその絶対神としての存在はなんとなくイメージはできます。こういう感じなんだ、うん、イエス・キリストはもちろんイメージしやすい、うん、まあ、あの文献とかに載ってる。ただその聖霊っていうのがその、うん、どういった存在なのかっていうのがよくわからないというか、うん、このそうですね、うん、それはね、ちょっとはい、このぜひぜひ、はい、それは大事なポイントなんですね。はい。すいません、すごくて。いいえ、はい、大事なポイントは、はい、ぜひ、はい、このね、17を読んでくれますか。17、はい。その方は真理の御霊です。その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなたが他と共に住み、あなた方と共に住み、あなたが他のうちに、その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。これが聖霊なんですね。つまりその方っていうのは聖霊のことです。聖霊のこと。聖霊は、世はその方を受け入れることができない。つまり持つことができないね。世はっていうのは誰？世っていうのはまあイエス様が言ってる。その信仰のない人たち。ああ、はい、世間はってことです。世間は。世はその方を受け入れることができない。世間はその方を見もせず知りもしない。うん、つまり、まあ、僕の状態ですよね。そうですね。知ることができない。見ることができない。はいはい、なぜかというと、うん、あのその方を、うん、その方が住んでいないから、その方はあなた方と共に住み、あなた方、うん、結局その聖霊が来た人だけは分かる、うん、聖霊が来た人だけは聖霊が分かるけど、なるほど、信じないと存在を理解することはできないっていうことですか。体験できない。その精霊体験っていうんですけど、なるほどなるほど。じゃあ信じてない人には精霊というのは絶対にわからないよっていうことになります。そういうことですね。そういうことです。キューさんは信じてるんですか。信じて精霊体験ですね。精霊体験ってどんな感じですか。精霊体験っていうのはですね、はい、なんかその肉的じゃなくてね、はい、なんかこう霊的な喜びとか霊的な解放とか霊的なこう平安、まあ、天国の雰囲気って言ったらいいかな、うん、天国の雰囲気を感じるようにする。よくキューちゃん天国ポイントっていうよくご紹介されてた、はい、あのキリスト教って天国と地獄っていう記述って聖書の中に あります あるんですか。あります。はい、どこがいい。なんか僕が知る限りだと、神の国っていう表現があったりとか、はい、その命を、はい、その審判の後に、この命をこう、なんていうんですか、あ、永遠に、あの、死を迎えるみたいな表現があったんですけど。うん、例えば、ここに、うん、そして彼らを惑わした悪魔は火と硫黄との池に投げ込まれたってあるんですか、うん、この火の池、これが地獄なんですね。うん、これが地獄。でも地獄って書いてある。地獄っていう言葉はね、はい、ゲーナっていう言葉であちこち書いてあるんですね。ゲーナっていう言葉です、ね。なるほど、ね。そのゲーナが地獄に。地獄のことなんですね。で天国は、ですね、うん、天国は神の国っていう言葉で書かれてるんですけど、うん、これはその、あの、都という言葉で書かれてますけど、うん、都ですね。これが天国ですね。うん。うん。
天国ってヘブン的な表現っていうのは聖書の中ではないってことですか？天国っていう言葉、はい、神の国とか天の国っていう言葉で表現されてる。じゃあそれを分かりやすくするために天国とか俗っていうのを、そうですね、天の国ですから天国ですよね。まあまあそうです、うん、それ神の国という言い方もあります。うん、そのクリスチャンの方ってすごく、まあ、尊い、まあ、偉大な人ってすごく多いじゃないですか。あ、世界的にね、はい、まあ、あのマザー・テレサだったりとか、そのなんていうんですかね、クリスチャンの方から見た他の宗教をやってる人ってどんな扱いになるんですか？うん、やっぱりこの世、さっきあったこの世ですね。この世になっちゃうんですよ。この世、つまりその神の、あのクリスチャンになると神の子になるっていうんですね、はい、そしてクリスチャンじゃないとちょっとこう語弊がありますけど、あ、全然悪魔の子というふうに、うんうん、悪魔というのはサタンのことですか？サタンのことですね。マムシの子らよっていう言葉があるんですけど、人間は、はい、アダムとエヴァが、はい、あの蛇に騙されてね、はい、あの罪を犯すようになっちゃうんですけど、現在です、現在ですね、はい、そこから、まあ、悪魔の子になっちゃうんです。うーん、悪魔の子ってあまりあの言うと語弊があるからみんな言わないんですけど、あ、でも、まあ、正しく言うとそう書いてありますね、聖書に、はい、悪魔の子または罪人というんですね。罪人はよく言いますね。うーん、罪人になっちゃう、なっちゃったんですね。でもそれはもちろん神の目から見たら罪人ですね。なるほど。神と断絶してるという。ユダヤ教から発生はしてるじゃないですか。はい。イエス・キリスト。それユダヤ教も、悪魔の国になるんですか？いや、それは違いましたね。はい。あの、ユダヤ教は、あの、アブラハムから、はい、あの、イスラエル人が始まるんですね。で、その、イスラエル人だけは、あの、アブラハムとの契約、がモーセの契約とかダビデの契約の中で特別に契約を持った民族なんです。ところが異邦人は神との契約がないんです。でイスラエル民族だけはその契約があるがゆえに特別扱いされてるんです。先民層、先民層ですね。じゃあキリスト教的に言ったらユダヤ教は、まあ、選ばれ、そのまあ天国に行ける側っていうふうに考えたんですか？あの、本来は、あの、そうだったんですけど、うん、そのメシアが出てき、はい、来たときに、はい、そのメシアを受け入れないで殺しちゃったわけですね。うん、イエス・キリストのことですね。そう。はい。その時にイスラエルが、の、契約が、はい、こんにちは、こんにちは、どうぞ。あ、大丈夫ですか？大丈夫です。どうぞ。ちょっと今お客さんの声聞いててください。大丈夫ですか？大丈夫です。そのイエス様を殺したためにそのイスラエルの、契約がですね、まあ、まあある意味では無効になっちゃうんですね。うん、古い契約が無効になってイスラエルがあのイスラエルのなんていうんでしょうかね、イスラエルから神がいなくなっちゃうみたいな。それまではイスラエルに神様がいたんですね。ところがイエス・キリストを拒んだ結果イスラエルから神がいなくなっちゃってイスラエルには救いがなくなっちゃった。うん、そしてイエス・キリストを信じる人たちに、その新しい契約といって新約といった新しい契約が始まったんです、ね。はい、旧約聖書もあのキリスト教の中では聖書の扱いになるんですか？一応聖書の扱いになります。うん、はい、ただ、あくまで重きを置くのは新約。そう、新約の方が新しい契約ですから、大事な聖書、うん。あくまで古い約束は約束として、ヤハウェから、その、人間、まあ、モーセですよね、うん、あの契約をしたっていうのはもう、完璧なんです。イスラム教とかはどうなるんですか？イスラム教は、あの、西暦7世紀ぐらいの時に、はい、ムハンマドっていう人が、はい、ユダヤ教とかキリスト教を、まあ、真似してその作り上げた宗教で、うん、とんでもない宗教。なるほど。じゃあ、あの邪教だと。そういうことです。自分で作っちゃったんですか、はい、自分で勝手に作っちゃったんだから、はい、信仰宗教って何ですよ、ね。作っちゃいけないんですよ、そういうものはね。
じゃあ、あくまでそのキリスト教の立場としては、イスラム教は全然神の教えに反しているし、そう。偽の教えだっていそうう。いうこと、そういうなこと。るほど。例えばじゃあ、仏教とかどういうふうに見れ仏教ば。も釈迦が作った宗教ですよね。それも、で、まあ、ちょっと失礼な言い方すると、勝手に作ってしまった宗教ですね。教えですね。つまり偽物だと、偽物です。先ほどである。救いがないんです。救いがない。日本にじゃあ、もう一つある神道とかはどうなるんですか？神道はですね、イスラエルが、ダビデっていう王様がいたんですね。その王様の息子がソロモンという王様で、それも。そのソロモンはとてもいい王様だったんですけど、後年ですね、偶像崇拝をちょっとしちゃったんですね。で、その偶像崇拝した結果、北イスラエルと南ユダに分裂しちゃうんですね、イスラエル。そして、南ユダ王国はバビロンにこう奴隷としても連れて行かれ、北イスラエルはアッシリアに奴隷としてこう捕まっちゃうんです。そして南ユダの方は少し経ってからまた戻ってきたんですけど、アッシリアの方に行った北イスラエルが戻ってこなくて、シルクロードを通ってずっと日本に来て、よく言われている都市伝説とかでいう、そう、失われた十部族。十種族の一つの、二柱同祖論ってやつ。ね。なるほど。じゃあ、天皇の家系がその十種族になるっていうまあ、そういう説があるということです。本当かどうかは分かりませんけど。ことでそして、そのユダヤ教が日本に来て、それが神道になったという考え方ですね。すね。じゃあ、キリスト教的には神道はキリスト教の一部だっていうふうに考えてるってことですか？ユダヤ教の一部ですけども、ユダでヤも教その一れ部です。は偶像崇拝をしてしまった北イスラエルの民族。末裔なので、あんまりイだメーかジらし日ない。本に偶像崇拝が多いのはそうじゃないかと。当然それは偶像崇拝してた北イスラエルですから、神道はユダヤ教から来たかもしれないけど、偶像崇拝の、まあ、考え方ということじゃないかって考えるとどっちなんですか？ですね。偶像崇拝ですから邪教です。天皇も邪教。そうなでるすほね。ど。天皇が、任南祭とか大嘗祭とかいろいろね、1年間でこう神道的な儀式するでしょ。それはもちろん偶像崇拝ですね。アウトなるほど。ヤハウェ、まあ神、イエス・キリスト、聖霊、ヤハウェ。で、まあ聖書っていうもう経典がある。で、ここに、その神様が全てを作ったっていうふうに考えればいいんですか？ヤハウェが全てを作った。そうですね。なるほど。で、イエス・キリストもそこにいたと書いてあるんそこにいた。ですね。ちょっとお見せしますね。いいとこに行きましたね、話を聞いて。ここをちょっと読んでいただけますかね。3を読んでください。3だけでいいですか？ヨハネの福音書3。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。で、この方というのは、ヤハウェのこじゃなくてイエスキリストなんです。と、初めに言葉があった。これイエスキこれリスはト。有名な聖書ですね。これ初めイエにスキリ言スト。葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。イエス・キリストがじゃあ作ったというふうにというふう解に釈考してえてももいいよんいです。し、ヤハウェと考えてもいい。一緒と考えてもいいですね。ヤハウェとイエス・キリストと聖霊が一緒に作ったと考えた方が分かりやすいでなぜサタンを作ったんですか？しょう。サタンはね、作られたんじゃないんですよ。サタンの最初は天使長だルシファーったんです。ルシファー。で、その天使長が、天使なわけですから、まあ、非常に神様に近い存在だったんですね。ところが、天使の上でも最高位ですよね。そうロです、ス・ルシファそうですね。で、これはまあ、確実じゃないんですけど、そのルシアは、賛美する天使長だったらしいんですね。神を賛美する。ところが、神を賛美していながら、アイドル歌手と同じですよ。アイドル歌手っていうのは、自分が注目されるじゃないですか。ね。
と自分があたかも偉いかのように思いやすいじゃないですか、はい、傲慢になりやすいんですよね、はいはい、アイドル歌手なんです。そう、わかります。で、そのルシファーも、はい、その自分が賛美してるにもかかわらず、はい、自分がその栄光が欲しくなったんでしょうか、はい、うん、ルシファーは自分が神になりたくなっちゃった。自分自身が自分が神になって、はい、自分が栄光を受けるものに、はい、なりたいと思ったらしいんです。で、そこで神に反逆したわけですね。打点。打点にいる。そう、はい。で、天使を、天使だからものすごく素晴らしい天使だったんです。はい。ものすごくもう美しい天使だったんだけど、はい、結局神様に反逆したために、そのちょうど正反対の、ものすごい美しい天使だったのが、ものすごい醜いサタンに神にさせられて、天から追放された。ここにさっき書いてあった神はすべてを作ったの、すべてっていうのはルシファーは入らないんですか。ですから天使長を作ったんです。神、ああなるほど。天使長を作った。でもその天使長が自分で堕落した。で、悪魔を作ったんじゃなくて天使長を作った。あ、なるほどなるほど。あ、まあ作ったのはヤハウェ、まあキリストもヤハウェも作ったことは作ったルシファーという存在を。ただルシファーが勝手に落ちたっていう。落ちたのは神を落としたんですね。神が。神様が落としたんですか。神が天使を追放したんです。なぜですか。敵対するものを置けないじゃないですか。神に反逆するものを天国に置いとけないんですよ、ね、なるほど。神様が、一番優秀なルシファーという存在を作ったけれども、うんうん、彼が自分が神になろうとしたから神様を落とし、悪魔にした。そうです。じゃあサタンを作ったのは神様じゃないですか。サタンが、聞くこういうことはですね、はい、まあ、天使も人間も、まあ、天使の場合はちょっと確実じゃないんですけど、人間は獣医師があるんですね。はい。獣医師。はい。で、神様はロボットを作ろうと思えば作れたんですけど、はい、皆さん、ロボットとね、例えば人間とどっちが関わりたいかというと、人間でしょ？はい。ロボットと関わってもあんまりちょっと楽しくないですよね。なぜかというと、ね、その、なんて言うんでしょうかね、ロボットには獣医師がないからね。はい。だからこう、余裕を持たせたというか、そのチャンスを与えたってことですか？その人格、天使とか人間に、はい、その選ぶ自由というか。そう、獣医師っていうものを与えた。獣医師、はい。その獣医師を与えたために、人間であり、天使であり、はいはい、その、神と、こう神と関われるような存在になれたわけです。自由意志を与えたのもヤハウェイじゃないですか。そうですね。で、落としたのもヤハウェイです。そうですね。ですから自由意志があるということは神様に従うこともできれば神様に期待することもできるんです。で、そういう非常に諸刃の刃で危険なわけですよね。でも自由意志がなければロボットを作っても、うん、その本当の人格と人格の触れ合いっていうのはできないんですよ。うん、例えばね、和道さんがね、はい、和道さんがお金を出してこの召使いをたくさんね、うん、雇っても、はい、友達になりにくいでしょ。うん、友達とは言えないですね。お金で雇ってるから、うん、その彼らはそのお金が目的でね、召使いになってるんであって、自由視じゃないでしょ、うん。そしたら本当の友達になれないじゃないですか。うん、お金が払わなかったらもういなくなっちゃうんだから、うん、ね。でも神様はそういう関係は欲しくないんですよ。うん、神様は本当に神を認めて、神を本当にこう、従うというか、神を知っていて、自由視で、神様は自分にとって都合のいい人しか天国に連れてかないよっていうように聞こえてしまうんですよ。まあ、都合がいいとか良くないっていうよりも、皆さんはね、やっぱり皆さんの家に、例えば招くなら友達を招くでしょ。はい。ね。全然自分と関係ない人を招かないじゃないですか。そうです。だって招かれた人って困るでしょ、知らないところに来たって。はい。ね、わかります、わかります。ね、当然、その、友達を招くときは、まあ、親しい友達、
仲のいい友達を招くのは当たり前の話でね、知らない人を招いてもお互いに困るわけですよ。だから天使が、あ、じゃなくて悪魔が天国にいるということは、神様にとっても嬉しくないし、サタンにとっても嬉しくないんですよ。でしょ？なる。でも予定説となんか話食い違いませんか？はい、それがですね、はい、キリスト教の、その課題の一つですね、うん、キリスト教の課題の一つは全てが決まっているのにもかかわらず、はい、なぜ自由意志があるのかと、はい、そこを知りたいなと思っていて、それはね、はい、誰も説明できないんですね、うん、誰も説明できない。なぜかというと、はい、その人間がいろいろ選べるにもかかわらず、はい、しかし神が全部決めているということは、はい、僕のキリスト教の認識っていうのは、キリスト教というのは信じる者は救われる、はい、つまりイエス様、まあ、三位一体もう全てですね、ヤハウェ聖霊を信じた時点で天国に行けるというのが基本的な強みで、はい、強みというか、まあ、宗教ですよね。 でも予定説、神が全て人間を作ったし天地創造を行ったから神様が決めたことだっていう考え方があるじゃないですか、うんうん、っていうことは人間は確かに神を信じるか信じないかの自由意志を与えられているにもかかわらず、実はそれは神様がもう決めてるっていうことはどういうことなんだっていう、一つの答えはここにありますね。この16を読んでいただきますか。16、はい、あなた方が私を選んだのではありません、私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方が実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるのは何でも父があなた方に与えになるためです。あなた方が互いに愛し合うこと、それが私のあなた方に与える戒めです。はい、ここでね、私たちはイエス・キリストを、まあ、選んでクリスチャンになったわけでしょ。イエス・キリストを信じようと思ってクリスチャンになったんですけど、はい、実のところその前に神様が決めて、イエス・キリストが、うん、イエス・キリストが選んだって書いてあるんですね、うん、要は前もって決めていた、あなたは私と出会うというか信じるためのに作ったんですよっていうことを言ってるんですよ。そうですね、そのイエス・キリストが選んだから私たちは選んだという、うん、私たちが先に選んだように見えるけど、うん、そうじゃなくてイエス様が選んでくれたから私たちは選んだと。なるほどなるほど、そういう感じ。じゃあ自由意志いらなくないですか。あそこのとこはね私はちょっと説明できないんですよ正直、はい、でも誰に聞いたらいいですかそれはね、もう決められてるのに、じゃあ自由意志がなぜ必要なのかっていうのは、これはキリスト教の大きな課題で誰も説明できないんですよ。誰もダメなんですか。誰も説明できない。要するに人間の英知を超えてるんですよ。神の方がはるかに英知が大きいんです。はい、わかります。で、その一部しかわからないんです。はい、そうですね。だから、人間の、こう、理解を超えたこともたくさんあるということですね。はい、だから、説明しないことが、むしろある方が、普通ですよ、ね。むしろ、なんか、あ、なるほど、みたいな。人間が全部理解しちゃったら、神は低い、はい、低いものでしょ。はい。あ、神様全部、神様のこと全部知ってるよって言ったら、じゃあ神様大したことないってことじゃないですか。でも、それ、宗教学的に言うと、本当にそうで、うん、日本人って、その、神様を下に見てるから、うんうん、一神教の方たちが考えられないと思うのが、うん、神様の前に日本人ってお願い事するじゃないですか。うん、受験が受かりますように、うん。あれ、その、経験のクリスチャンの方だとありえない行為じゃないですか。うん、その、だって、うん、願いを叶えてくれた神が命令に従ったって言うんじゃないですか。だから、その、私はこういうふうに行きますとか、本来のクリスチャンであれば、私は罪を犯しましたとか。でも、ここも書いてあります。はい、これ読んでください。はい。7節。はい。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすれば、あなた方のためにそれが叶えられます。あなた方が多くの実を結び、
私の弟子となることによって私の父は栄光をお受けになるのです。何でも願いなさいって書いてあるんですよ。これってでもなんか僕あの、はい、ロンダーバンが書いた引き寄せの法則に似てるというか、まあ引き寄せの法則ってキリスト教的な教義の考え方をパクってますから、ね、あれスピリチュアルになるんですか、ね、ジャンル。そう、スピリチュアル的になりますよね。つまりイエス様向きのイエス様の教えみたいな、はい、そうですよね。それはそれはちょっとスピリチュアル的ですか、はい、ですからあの欲しいものを願っていいんです。ここに書いてあるから何でも欲しいものを求めなさい。でも条件があるんですね、はい、条件はイエス様にとどまりイエス様の言葉がとどまるならという条件がある。つまり信仰がなかったらダメだよ。信仰があれば欲しいものは何でも与える。それは現世的なことですか、それとも神の国での話になるんですか。霊的なことが優先ですね。霊的なことがで、現世的なことはその後ですね。だからお金を一番に求めたらそれはあまりいいことではないです。でも平安とか、はい、喜びとか、はい、愛を求めることが一番で、はい、といってじゃあ物とかお金とか必要なものを願っちゃいけないっていうことはない。ヨシュア記の記述の中でなぜ異教徒は虐殺せよ皆殺しにせよってヤハウェは唱えたんですか。それはですね、あのクリスチャンからすると何か残酷のように見えるじゃないですか、普通の人から、ね、あ、そうですね、クリスチャンからすると、うん、やっぱり残酷に見えますよね。でもそれはやっぱりあの意味があって、あのこの終わりの時代にこのイエス様が再臨した時にそうなるんですよ。つまりクリスチャンレストビハインド、そう、レストビハインド、はい、クリスチャンだけが集められてこう救われて、あとは全部殺されてしまう、はいはい、それの予言なんです。要はあのハルマゲドンですよね。そうですね、そうですね。ですからもちろん残酷ですよ。でもそれは僕わかるんですよ、その火の7日間とか、まあ、あの神様が火の海にしたり水洪水にあったりとか、うんうんうん、まあ、そういう記述はあるじゃないですか、うんうん、天罰を与えたと、うん、でそれは神様がその神羅万象ですか、うん、その地球を使ってそういう罰を与えるのが分かるんですけど、うん、明らかにキリスト教徒が、邪教と呼んで他の宗教の民を殺した記述、例えばコロンブスであったりマゼランであったり、もちろんそのアメリカ大陸ってインディアンを大量に虐殺して作った国であるわけじゃないですか、うん、で僕その隣人を愛せっていう教義がありながら、うん、そのまた一方で神っていうのはその異教徒を皆殺しにせよ、焼き尽くせって言った、その、この、まあ、まあ、先ほどもおっしゃってます、したけど理解ができない。そこはどういうふうに、それはとてもいい質問でね、多くの人がそれを誤解してますね。あの、その、キリスト教の国であるスペインとかね、スペインが、なぜそういう虐殺をしたのか、インディアを。インディアを虐殺したのかということですけど、彼らはやっぱり金が欲しかったり財宝が欲しくて虐殺したわけですね。ですからあれはキリスト教の国の人たちかもしれないけど、信仰から出たことじゃなくて欲から出たことです、うんうんうん、つまりそのうん、なるほどね。でもその僕が思うのは、うん、その吉脇に書かれてるあの記述、まあ、神は殺せと言ってるわけじゃないですか、神の命令、まあ、ゼノサイドの原理ですよ、うん、あれは一体何だったのかっていうことを知りたいです。そうですね、あのまずその時はあのイスラエルっていう国は今でもそうですけど敵に囲まれてる、はい、今もそうですね。そうですね、ユダヤ教イスラム教と、その時はイスラエルは神様の命令に、まあ、従って戦ってたんですね。ですから神様がその霊的な戦いを表していると言ったらいいでしょうか。神の国とこの世が戦っている姿があの旧約の戦いが示しているんですけど、それはあの人間的にはね、そういう教徒が殺されるのは今の時代どうかなと思うんですけど、でも神様のその計画の中で、その神の国がこの世に勝利するというのは神の栄光なんですよ。神の国がこの世に打ち勝つ、勝利するっていうのは神の栄光なんです。そういう意味でイスラエルが異教の人たちをこう勝利して、僕それはあのキリスト教が発展したその素晴らしい学者とか功績を残すとか多い考え方
ではあるとは思うんですけど、この、なんて言うんですか、まあ、世界の半分以上の人はクリスチャンじゃない方もいるわけじゃないですか。その人たちにとってはどうなんだろうっていうふうに考えてしまうんですよ。確かにそのクリスチャンからすると、まあ、信仰している人は全員神の国に行けるわけじゃないですか。だからそのオウム真理教のポアの思想にすごい近いような気がしてしまうんですよ。そのまあ彼らもその信じてない人とか異教徒っていうのを殺害してカルマを減らすと。だから彼らは輪廻するから大丈夫なんだと。で来世を、まあ、来世とかはまた別ですけれども、なんかそういう、なんかこう、自分たちにとってはいいことかもしれないけど、他者に対してすごく冷たい、それがその隣人を愛せっていう言葉の意味と矛盾が起こってしまうんじゃないかなっていう。そうですね、あの、まあ、新約に入ってですね、はい、当然私たちはそういう隠喩を逆走するとかするのはもちろん良くないんですね。はい、良くないんです。で、むしろ、宣教師が世界中に宣教に行ったように、私たちはその地の果てまでいる人たちを救うために伝道しているということで、はいはい、決してその、異邦人を虐殺しようっていう考え方じゃなくて、むしろ異邦人を救おうという形で伝道しているわけです、うん。旧約とはちょっとこのスタンスが違うんです。旧約の場合には、はい、その人間から出たことじゃなくて、神様ご自身が神の栄光のためにそうしなさいと言って、それに従っているだけに過ぎないんです。じゃあ、そのイエス・キリストが新たに神ヤハウェと契約したときに、神様が意見変えたってことですか？いや、意見は変えないんですけれども、その時代の神様の在り方があるということですね。つまり、その旧約には旧約の神の、計画があって、新約には新約の神の計画がある。その時代時代によって、まあ、計算、神様が計算したことだから、思想が変わったんじゃなくて、うん、神様の段取り通りに進んでいる。そういうことです、ね。ですから今、キリスト教国だからといって、侵略したり虐殺したりするのは、もちろんそれはダメですね。それはダメです。イスラム、その、センス、イラクとかやってるじゃないですか。うん、あれはどういうふうに見てるんですか？あれはね、とても難しくて、私も、はい、コメントできないんですね、実はね。アメリカのやってることが正しいとも言えないし、はい、やっぱりおかしいんじゃないかとも思うし、まあ、その大統領がどういう動機でやってるかということを知らないわけですね。そうですね。利害関係でやってるのか、本当にその政治的な問題であるのか、信仰的な問題なのか、わからないですね。ピューチャン牧師としては、はい、あの戦争は個人として、キリスト教徒の牧師さんとしてじゃなくて、間違った行為なのか、それとも、いや、異教徒で大量兵器を作っていたんだから、その、なんていうんですか、戦争が起こってしょうがないって考え、どちら派なんですか？クリスチャンとしては、戦争を避けるべきだと考えます。おー。うん、それが神の命令だ。いや、神の命令だったんですよ。神の命令で、神の命令が一番ですから、神がしろと言えばどんなことでもするわけですけど、まあ、それはそれ自爆テロになっちゃうかもしれないけど、まあ、でも実際問題はそういうことはないですね。まあ、神がそういうことを言うわけがない。言うわけがないし、言った試しはないと思います。言った試しは先ほど、吉脇の。ああ、そうそう、旧約の場合はあるけど、新約ではない。ない、そういった、そういう、あたかもね、テロリストみたいなことをしろというのは聞いたことないです、ね。うん、なるほど。ですから、イスラム教の自爆テロは明らかに神から来たものじゃないということがわかります。なるほど。逆にね、あんなことを神が言うわけないんです。ね、自分が爆弾抱えて、ね、関係ない人も一緒に巻き添えで爆破するなんてことは神が言うわけないんです。むしろ悪魔が言ってると明らかに。十分やんとかはどうお考えになるんですか？それ私の持論なんですけれども、はい、事実はあったと思います。十分、はい、事実は韓国の方たちを、はい、強制連行して、慰安婦したってことはあったと思いますね。その、こういうね、本で証言も読みましたし、はい、それからこの間、日本の歴史学者の16の団体が、
表明、声明を発表したんですね。うん、それは慰安婦問題がの中に強制連行があったという声明文を出したんです、つい最近。16の歴史学者の団体でした。そして世界の歴史学者の、100何十人の人たちも、その日本の、声明をサポートしています。そういうことは聖書の中に大量虐殺と、その女子供だけ、その、捕らえて、その、兵士たちの慰め物にしたっていう記述って確かありますよね。この、慰め物の人って記事ありましたか？殺したっていうのはあるけど。まあ、虐殺をした後、女たちを、だけは取っておけと。で、あとは好きにしていいっていうような表現だと思います。はい。あのね、で、僕、その、従軍慰安婦は事実あったかないか、歴史的にあったかないかっていうのは、その、まあ、学者さんとかの領域だと思ってるんですよ。ただ、その、僕が、その、気になるのは、その確かに悪いことをやったっていう主張じゃないですか。うん、あったと。日本人は、この従軍役、韓国の人たちに多大な迷惑をかけた。うん、でも、その、まあ、Q ちゃんがしたわけではないのであれなんですけど、直接したわけではないのであれなんですけど、キリスト教徒の歴史の中でも同じようなことが起こったときに、その Q ちゃんの中で、なぜこれを受け、なんていうんですかね、そこをスルーしてこっち側をあるっていうふうに言えるのかっていうのが、すごい興味があるんですよ。それはね、はい、私は、日本に伝道してるわけですね、はい、まあ、世界も伝道したいと思いますけど、はい、日本に伝道してる、はい、で日本が救われるためには、うん、罪を悔い改めてイエス・キリストを信じなければ日本は救われないんです、はい、個人もそうですね、はい、個人も罪を悔い改めて、うん、ああイエス様私は悪いことしてきましたと、うん、悔い改めてイエス・キリストを信じたら十字架にあがないによってね、はい、十字架っていうのはイエス・キリストが身代わりに死んだという贖いなんですけれども、うん、その十字架の上に個人が救われるわけです、はい、同じように日本という国も、はい、日本という国が悔い改めてイエス・キリストを信じなければ日本という国は救われないんです、うん、つまり日本を救うためにはどうしたらいいかというと日本が日本の罪を自覚するように教えなきゃいけない、うん、クリスチャンが過去やったことはいいんですか？もちろんそれも悔い改めてです、ね、それも悔い改めてそれも悔い改めるんですか？悔い改めるんです、うん。十字架のことも悔い改めなきゃいけないし。ああ、なるほど。あんまり良くなかったっていう認識なんですか？じゃあ十字架のこと。間違っていたっていう認識なんですか？黒人奴隷も間違いだし、インディアンの虐殺も間違いだし、キリスト教もたくさんの間違いをしてきたんです。ああ、じゃあ矛盾はしないですね。はい、じゃあ基本的には、Qちゃんの思想的には、その戦争も良くないし、人殺しも絶対ダメっていう考え方っていう。うん、そういうことです。なるほど。面白いです。ありがとうございます。あとでも10分ぐらいですね。あ、そうですね。時間が。あれ、そう、あ、どうでしたっけ？ 1 時半まで、2時半まで入って。あ、大丈夫ですか？はい、いやでも聞きたいことは一通りある程度聞けたんで。感想はどうですか？感想はまあそのまあクリスチャンも悔いその改めなければいけないっていうのはあすごいなと思って、それを言うそこを認めるのであれば、その従軍慰安婦でこういう主張っていうのはそのするその権利がある人なんだなっていうふうに思ったんですけど、面白かったのはその、予定説と自由意志の下りで説明できますっていうのは、ちょっと、どうすればいいんだろうっていう。そう。はい、まあ、考え続けますけども、はい、難しいですよね。うん、でも僕、怒らないでください、ね。はい。神様いないと思ってるんですよ。らら、はい、はい。ただ、ただ、はい、神様あるっていうふうになのが僕の主張なんですよ。いないけどある。はい、うん。どういうことですか？いなくてある。神様を、普通の人っていうのは、まあ、例えば神っていう言葉を言ったときに、人のイメージをするんですよ、普通の人って。ただ、僕は、その、神っていうのはいないと。そういう、それこそ偶像崇拝だと思っているんですよ。ただ、
現象として存在するの方のあるっていうふうに考えるんですか。聖書では、はい、あの私はあると言ってる。はい、そうですよね。知ってます、はい、もちろん。だから、まさにあるとその意味が僕の中では体感だけど、その多くの人たちとか多くの牧師さんがその人として伝えてるようにも捉えるように、その聖書ってなんていうんですか、解釈の幅を広げてるというか、例えばその神の国の表現とかも、神の国って具体的にどんなところなんですかっていう記述があまりないじゃないですか。その、まあ、完璧な肉体を与えられて、その、まあ、永遠にそこで、まあ、幸せに暮らせるっていうことだけですよね、ある程度のって。じゃあ完璧な肉体って何なんだって言った時に、普通の人は若い、その肌が良くて健康的な体をイメージするかもしれないけど、年を取ったことによって、知識とか経験とか、その、なんていうんですか、愛着みたいなものが自分の体に対する。その体を望む人もいるわけじゃないですか。だから、その、言うんだろうな、死後の世界、その、神の国って、どんなところなんですか。すごくいい質問でね、はい、またさっきのところにちょっと戻りますが、はい、一つがね、この4節ですね。彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら、以前のものがもはや過去に、もはや過ぎ去ったからである。はい、ことですね。これはその、天国の記述ですね。あとは、23から27までちょっと。23から27。すごいですね。ほとんど暗記されてるんですか。場所はね、どこに書いてある23からですか、感じですか、はいはい。都には、これを照らす太陽も月もいらない。というのは、神の栄光が都を照らし、子羊が都の明かりだからである。諸国の民が都の光によって歩み、主の王たちは、その栄光を携えて都に来る。主の王って誰ですか。そうですね、今すぐちょっと言えないですけど、その天国には王の王がイエス様なんですけど、やっぱり王があるんです。いろんな部族があって王がいるんですけど、まあ、そのそしてこれも27までです。あ、27、あ、すいません、都の門は一日中決して閉じることがない。そこには夜がないからである。こうして人々は諸国の民の栄光と誉れとを、そこに携えてくる。しかしすべて汚れた者や、憎むべきことと偽りを行う者は、決して都には入れない。子羊の命の書に名が書いてある者だけが入ることができる。まあ、天国っていうのはこういうイメージなんですね。夜がない。夜がない。夜がない。天国あると思いますか。天国ですか。僕死んだら無になると思ってます。あのそのだからサタン的な考えです、まさに永遠に死んでしまうの無駄な人がたくさんいます、はい、で私が神様がいること の証拠はいつも言うんですけど、人間はよくできてると思うんですか。よく言うことですけど、そう、傑作なんですね。で、人間は人間を作れないし、はい、ましてや人間を、ね、猿が作るとか犬が作ることもできますよね。人間が人間を作れます。でも、確かに傑作がここにあるんですよ、傑作。で、その傑作があれば作者がいるはずでしょ、はい、普通は、はい。どんな音楽でも、文学でも、芸術は作者がいるから傑作がある。うん、で傑作っていうのは滅多にできないことですよね。簡単にできない。じゃあ、私たち人間は傑作じゃないですか。こんな傑作ないじゃないですか。知恵の塊ですよね。もうどこからどこを探しても知恵ばっかりですよ。ダーウィンの進化論反対派、否定派ですね。否定派です。で、知恵、例えば人間が何か製品を作るとき、ものすごい知恵で作るじゃないですか。知恵があればあるほどいい製品ができる。
知恵がなかったらいいものができないんですよ。でしょ、はい、ただ人間はもう知恵の塊でものすごい知恵で、まだ医学でも解明できないような知恵がたくさんあるわけです。じゃあ人間で人間は理解もできないし作れないような知恵があるのに、ね、じゃあそれは作者は誰なんだと考えるのは、当然人間ははるかに超えた存在がなければ存在し得ない。神は見えないけども神の作品は見えるんです。ああ、自分たちがまさに奇跡だと、もう生まれてる時点で奇跡だ、神が人間を作ったから。そう、 今の科学でも解明できないんですから、人体にね。神様を作ったのは誰なんですか。神は神がもし神を作ったら、神が作られたならば、神を作ったものが神で、はい、作られた神は神じゃなくなるんです。いつからいるんですか。永遠ですね。永遠、もともといたってことですか。そう、もともといた。人と、人っぽい感じなんですか。そうです、人っぽいんです。なぜ人っぽいかというと、はい、その理由がありましてね。あ、書いてあるんですね、うん、この26を読む、はい、創世26。そして民は我々に似、あ、本当だ、我々に似るように我々の形に人を作ろう。そして彼らに、海の魚、空の鳥、家畜、その、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと仰せられた。そこでね、我々っていうのは四個精霊三人で我々なんです。はい、そうですね。で、その我々に似るように人間を作ったということは、はい、人間は神様に似てるということ。あ、そうですね、はい、あ、書いてありますね、はい、うん、うん、私たちは神の似姿なんです。どこにいるんですか。一応天国にいますね。天国に宇宙があるじゃないですか。はい、いいですか、これ。いいですよ、いいですよ。僕まあ宇宙とかアフリカとか信じてないんですけど、はい、な、宇宙っていうのを信じてる人いっぱいいるじゃないですか。宇宙のどの辺、宇宙なんですか。あのね、そこのところは私は分からないんですけど、はい、宇宙空間じゃなくて別次元じゃないかなと思ってますけど、実際は分かりません。だ、この宇宙がオンだとしても多分ヤハウェは存在する、イエス・キリストは存在する。そうです。そして天国にいるだけじゃなくて、さっきも言ったように私たちイエス・キリストを信じる心の中に神が来てくれるので、神を持った人の中に神がいるとも言える。神が来たら神様になれるんですか。自分、いや、神の子になる。神の子になる、うん、神になれるんじゃなくて神の子になれる。それがここに書いてある。難しいですね。この12はちょっと読んで、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった、はい、そうですね。この方っていうのはイエス・キリストですね。イエス・キリストを受け入れる、その名を信じると神の子供とされる特権ですね。特権、特別な権利をもらえる。イエス・キリストを信じるってことはすごいことだっていうことですね。僕、イエス・キリストは実際にいたし、ものすごい尊い人だっていうふうには考えてるんですけど、はい、なんかこの、多分、すごい、ものすごい考えられないぐらいいい人だったって考えてるんですよ。人間だったっていうか。で、その、なんて言うんだろうな。神様が、イエス様が来て、神様なのに、この、なんて言うんだろう。この、矛盾とかわからないことを本当に教えるんだろうかっていうか、解いたのかっていうか、なんかその、イエス様自身が言ってることと、そうじゃないこともあるじゃないですか、その客観的。というこれ全部イエス様ってわけじゃないですよね、がおっしゃったことではないですよね。弟子たちの客観的な記録も混ざっている。もちろん弟子たちの意見もありますよね、はい、うん、これはでも基本的には全てイエス様がおっしゃったことなんですか。その聖書全体が聖霊によって書かれたというふうに考えています、はい、聖霊によって書かれた、
だからイエス様の言ったことももちろん書いてるけど、預言者とか弟子とかが聖霊によってこう導かれて書かれたというふうに考えているんですね。まあ聖書全体が神の言葉。あ、ごめんなさい。はい、どうぞ。なるほど。全体が神の言葉。そう。イエス・キリストは自分のことを神の子であり、福音師だと言っているわけですね。はい、または自分のことを真理だとか、命だとか言っているわけです。はい、自分のことを真理だなんていう人は普通いないんです。私は真理だなんていう人は普通いないんです。普通の人は言わないですよ。朝原祥子も言ってました。そう、言ってますね。ということは、気が狂ってるか、本当か、どっちかなんです。はい、で、朝原祥子は気が狂ってするんですね。その論拠はどこですか？つまり普通の人は言わないっていうこと。普通の人は私は命だとか、はい、死んだと言えないっていうか、言わないっていうか、で、そう言うなら気が狂ってるか、はい、本当かどうか。で、イエス・キリストは本当だった。その論拠はどこにあるんですか？イエス・キリストの言動を見て気が狂ってるとは到底思えない。まあそうですよ。気が狂ってるとは思えないし、で、彼自身がそう言ってるということは、彼の言ってることが嘘か本当かどっちかです。彼の言ってることが嘘ならば、彼を信じることはできないんですね。嘘ならね。ということは、彼は本当のことを言ってるとしかないんです。ん？どういうことですか？いいですか？はい。私は、イエス様だけで大丈夫です。はい。私が、誠であり命だと言ってる人を聞いたときに、はい、その人は普通の人ではないよ。普通の人は言わないからね。はいはいはい、もし、じゃあ彼は気が狂ってるか、本当かどっちかしかないんだ、ね。そうですね、イエス・キリストです。でも彼は気が狂ってるとは思えない。そう、言動を見ても、とてもさっき言ったように優れた素晴らしい人にしか見えない。はい、ということは彼が気が狂ってるじゃないならば、はい、本当のことを言ってるとしかない。うん、他にチョイスがない。他にチョイスがない。結構、その、すっごいいい人の統合失調症的な状態だというふうに僕は思ってるんですよ。超いい人なんだけど、その、すっごいハッピーな統合失調症患者だった場合、どうですか？そういう傾向全然ないんです。そういう。結構ありません？なんか、教会の前で、その、金貸しやってたら、もうガッシャンガッシャンやってるから。それ、ちゃんと意味がある。その意味が分かるとなるほどとなるので、意味が分かんないと、はい、気が狂ってるとしか思えない、うん、その意味はね、はい、イエス・キリストが十字架にかかったのは、はい、人間の心を清めるためです、はい、で人間は神殿と私たちは考えているんです。だから神殿でその悪いビジネスをやっている人たちを追い出すということこそまさに十字架のことなんていうことです。十字架っていうのは私たちの心にある罪を追い出す、私たちの中にある欲望を追い出す、それがイエス様の働きですから、まさに神殿で暴れたんじゃなくて、イエス・キリストがこの地上に来た目的がそれだよっていう、つじつまがすごく合ってるわけです。理由がわからないと、はい、この人一体何してるんだろうって怪しむけど、ものすごく意味があるってことがわかるんです。間違った人間が金貸しっていう行為が間違ってたからやめろって怒るいうことじゃない。じゃない。そんな単純になってる。まさにそのユダヤ教っていうのは神によって選ばれた民族で、神殿があるのかわらず、はい、その神殿の中で罪が行われているということに対して神がイエス・キリストを送ってその罪を除くために来たという、ことか。そういう、イエス・キリストの目的がそこなんだ、うん、なるほどなるほど。目的は明確だから、はい、統合失調症的に暴れたわけじゃないよじゃない、うん、なるほど、会ってみたかったですね。会えますよ。イエス・キリストを信じれば会ってくれますよ。すごい
会ってみたいですね、本当に。だから僕、本当にその、ピューちゃんに一番最初にスカイプでお話しさせていただいたときに、はい、僕、この世の中には愛がないと思うって言って、で、愛の宗教っていうふうに聞いてたんで、うん、嘘つけって感じだったんですよ。で、その時ピューちゃんが、それ正解ですよって言ってくれたじゃないですか。うん、本当の愛、アガベを持ってるのは、うん、その、イエス・キリストだけだと。人間は愛持ってないんですか？愛はないんですか？ないです。人間の愛はね、この似てるけれども、人間の愛は結局自己中、自己愛なんです。例えばギブアンドテイクですね。愛してくれたら愛してやるよとかね。あの、言うことを聞いてくれたら愛してやるよ。これがあの人間の愛で、あの、もしね、自分にとって何か敵対したら、もう愛さないよ。お前もう出ていけとかね。もう絶好だってなっちゃう。それが人間の愛。要は見返りを求めてる。見返りを求めてる。で、神の愛は違うんですよ。神の愛は、十字架を罵ってる人でさえ、イエス・キリストは愛してる。そうですよね。右の方を出す、左の方を出すとか。そう。その、イエス・キリストを信じない人さえもイエス・キリストを愛してるんです。それは人間にはない愛です。だから、十字架を見て初めて人間は本当の愛を知ることができる。そして本当の愛を知らなきゃいけないです、人間。十字架って偶像崇拝じゃないですか？じゃないです。で、偶像の反対は神でしょ。神か偶像かですよね。で、十字架にいるのがイエス・キリストであり、三位一体の神であれば、十字架は偶像ではないんです。じゃあ、十字架自身が神であるとも捉えてるってことですか？いや、そうじゃないんです。それはあの、イエス様がかかったという意味の十字架ですから、はい、そのイエス様がそこにかかったという意味で、その偶像ではないと言っている。そのイエス様のいない十字架のことを言っているわけじゃなくてね、そのイエス・キリストがかかったことという意味で十字架を見ている。つまりイエス・キリストを見ているということ。つまりイエス・キリストは偶像ではなくて、神と一体のお方だ。イエス様本人のことを拝むのならわかるんですけど、はい、僕は十字架に向かってやるのはあれは像なんじゃないかなと思ってたんですけど、じゃあここはちょっと読んでいただけますか、うん、14ですね、はい、14、しかし私には私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。この十字架によって世界は私に対して十字架につけられ、世界は私に対して十字架につけられ、私も世界に対して十字架につけられたのです。つまり十字架っていうのは、その神の愛を表す特別な神のその行いだったんですね。はい。つまり、ある意味では十字架を見て初めて神がわかる。十字架を見て初めて神の愛がわかる。神の御心がわかる、すごいものなんだということ。僕わかんないです。信じないとわからないんですけど、信じたときに、つまりね、和道さんのために、和道さんのために知れた神なんだという。和道の身代わりに罰で、和道さんの罪を許そうと、ね、許す目的で、イエス・キリストが命を捨てたのが十字架なの。2000年前かもしれませんけど、和道さんのためでもあったんだ。すっごい自己中じゃないですか、神様って。あの、つまり。だって、はい、ちょっとめちゃめちゃすごい腹立ってきたんですよ、だんだん。だって、勝手に作って人間を、はい、勝手に世界作って、うん、勝手に命令して、で、お前のこと助けたから、信じろよ、うん。で、お前俺のこと信じたら好きなものやるから、何でもやるよ。その代わり、物質的なやつじゃなくて気持ちで俺返すから、っていうのが、ようやくなんですよ、僕は。ちょっと違う。
何が違うかというと、ね、サタンですね、僕今完全に。身代わり死んでやったから信じろよっていうのは、はい、なんかやっぱり十一章を尊重してない部分がちょっとありますよね。さっきも言ったように、予定説ありきですよね、今の話。神様はやっぱり十一章を与えてるから、信じる信じないはあなたの自由ですと。でも私は、あなたが信じようと信じまいとあなたのために死にましたよ、ということなんです。まあ、いや、いい人なのは分かるんですよ。イエス・キリストは僕リスペクトしてるんですよ、実は。イエスとキリストだけです、それは。正直言うと、クリスチャンをリスペクトしてるわけじゃなくて、イエス・キリストっていう人をリスペクトしてるんですよ。それでいいんです。ただ、はい。ただ、自己満足で死んだと思っているんですよ、僕は。確かに、他人のために犠牲になったっていうのは、周りの解釈であるかもしれない。本人の中にあったかもしれないけれども、なんて言うんだろうな。もう、神の計画の一部だったわけじゃないですか。パフォーマンスに見えるんですよ、僕は。それが。なんか、じゃあ、信じる必要があるのかっていう、信じる人も予定の中に含まれているのであれば、例えば僕分かりません。今日、この場でクリスチャンになるかもしれませんし、10年後、死ぬ1日前にクリスチャンになるかもしれない、ならないかもしれない、もしかしたら嫌いになるかもしれないわけじゃないですか。でも、それ自由意志ですよね。でも、予定説があるわけじゃないですか。そこがもうすごい混乱するんですよ、僕は。だから、イエス・キリストってすごいとは思ってるんですけど、後付けで、宗教を広げるために、国とか頭のいい人たちが利用してきた部分って多いんじゃないかっていう。宗派の中にもそういう運動とかっていっぱいあったと思うんですけど、ね、なんだろうな。イエス・キリストがやったことすごいけど、間違ってることもいっぱいあった。ね、キリスト教が全員になったら終わりなんですか？いや、全員にはならないんですね。ならない。あくまでも一部しか信じないで、一部の人だけが救われて、こう、集められて。ですよね。他は死んじゃうわけですよね。死んじゃうんです。はい。すごく、非なんですよ。殺すなら作るなよと思うんですよ。ですね、そこのとこはね、なんて言ったらいいでしょうかね。はい。ごめんなさいね、言葉ちょっと僕乱暴なんですけど、はい、これ本心で。はい。ですね、なんて言ったらいい。すごい自分勝手に見えちゃうんですよ。なんか例えばですね、望まれないで妊娠したとします。子供がね、子供が望まれないで、望まれないで、要するに結婚もしてないし、はい、妊娠しようと思ってできたんじゃなくて、はい、子供ができちゃったとします。はい、で、多くの人はもうきっと今悪い環境だから、うん、生まれてこない方がいいからといって中絶しちゃう人もいるわけです。まあ人殺しですね。うん、はい、だけどある人は幸せになるかどうか分かんないじゃないかとね。環境が悪くても、貧乏でも、とにかく生まれてきて、その後はいろんなチャンスがあるじゃないかと。はい、殺しちゃいけないよと。とにかく命が今あるんだったら、はい、もう生まれてきて、はい、それで不幸になるかもしれないしね。いや、不幸になるっていうか、別に不幸になるかならないかだって、僕は中絶は人殺しだって言ってます。私もそうです。はい、で、だから神様は、とにかく生まれてきて、チャンスを与えたいんです。だから人間は、でも予定説的に言うと、終日もそれ計画のうちで入ってるわけですよね。ただ試練だったら、うん。ただそれは神様が望むことではないんです。終日はね。神様が望むことではない。そこは自由意志の方が強いんですか。悪魔が望んでることなんですよ。人を殺すということは。人が死んでほしいのは、人間は神の偽姿で作られているので。クリスチャンの中に悪魔っているんですか。これ面白い。それがいるとするなら、結構面白くなってるんですよ。人間の中に悪霊とか悪魔がいるんですね。で、それを追い出してくれるのがイエス様です。だからクリスチャンになったからといってすぐにいなくなるわけじゃなくて、徐々にいなくなるんです。徐々にいなくなる。でも、ルシファー的にバチンって急になる人もいるんですか。なります。あ、いるね。急にですね、もう全く人格が変わっちゃっていい人になっちゃうこともよくある。逆もあると。よかった、牧師さんが急に悪いことをするというケースもある。ケースもある。両方ともある。急におかしくなっちゃう人も。急におかしくなっちゃう。で、私が言いたいのは、神が勝手に作って、勝手に
ね、はい、救ってやるっていうのは自己満足じゃないかっていうことじゃないんだけど、はい、うん、そうじゃなくて、その人間は罪、アダムとエバが罪を犯したかもしれないし、先祖代々罪を犯してきたかもしれないけど、神様はそういう誰でもチャンスを与えたいんですよ。イエス・キリストと出会って、イエス・キリストを信じて、永遠の命を持つというチャンス、ね、神の子供になるチャンスを与えたいんです。すべての人間に与えたいんです。僕、永遠の命いらないですか？どうしていらないですか？辛くないですか？あのね、罪を持ったまま、僕、永遠に生きるのは辛いです。あ、罪を持ったっていうよりも、うん、すっごい退屈だと思うんですよ。僕だから限りある命っていうのが尊いと思う。それがね、罪があるから退屈なんです。わかります？つまり、私たちは退屈だったり飽きたりするじゃないですか。はい。生きるのが、辛い部分もありますよね。あります。でも、それが永遠の命じゃないんですよ。永遠の命っていうのは、罪がなくなって、辛いとか飽きたとか、疲れたというのは全くない状況なんです。嫌です。これ本心ですよ。なぜ嫌なんですか？だって、その辛いから、その、良かった時に喜べたり、分かり合えないから分かり合えた時に感動があったり、命が無限に続くのであれば、なんだろう。ただ退屈な気がするんですよ。限りあるから良いことをしようとか、悪いことをした時に、その、改めようとか、その、それがあるんです。あるっていうふうに思うんですけど。それがあるんです。つまり、天国行く前には、なんか、永遠の命、なんか、いいことの前提というか、みんな欲しいでしょっていう感じがしちゃうんですよ。あのね、例えば、私たちこの地上で健康になりたい。はい。ね、楽になりたい。はい。あの、危険は嫌だ。ね、安全になりたい。はい。はい、これが永遠の命なんですよ。これが永遠の命。永遠の命っていうのは、もうすでにみんなが求めてるんですよ。ね、健康になりたい、病気になりたくない、安全に生きたい。これが永遠の命なんです。さっき読んだでしょ？天国には、ね、もう苦しいこともない。忌まわしいことがない。もう、和藤さんも結局は天国を求めてるんですよ。俺だって別にいいと思うよ。いつ死んでもいい。でも、安全に。病気になったら治りたいです。ね？ねってなってね。誰だってこう自分のねしたいことしたいじゃないですか。でもそれは欲望を求めることがそうなんじゃないんだよ、うん、本当に自由で本当に快適なあり方があるんだよ、うん、美味しいもの食べることをやることが本当のじゃないんだよ。あ、まあそれはそうでしょうね。多分心の安らぎとかその、うん、愛みたいなことを指してるんでしょうけど、和藤さんも知らない素晴らしい世界があるんだという。やっぱり僕歌舞伎町っていう場所に仕事しておりましてサタンがいっぱいいるんですね。ああでもね今までねいろんな生主さんの方がいましたけど、はいはい、和藤さんが一番こう深く理解しているし、はい、求めてますよ、はい、キリスト教的な考え方ですか。今日の話し合いのようなもう初めてですよ、はい、それだけ深く聞いた方いませんよ、はい、ああうんお母さんがクリスチャンだったっていうことがあると思いますね。うん、でかいですね。大きいと思います。はい、正直言うと、本当に納得ができるのであれば、僕、その、変な話、イスラム教だろうが、神道だろうが、儒教だろうが、道教だろうが、仏教であろうが、禅僧であろうが、キリスト教であろうが、カトリック、プロテスタント、なんでもいいんですよ。とにかく、その、納得したいんですね。私もね、それでいろんな宗教巡りしたんです。ね、納得しなかった。マヒカリとかね、マヒカリ統一教会、はい、TM っていう瞑想宗教、はい、あと、はい、座禅、はい。座禅もしたんですか？座禅もちょっと3日間したんですけど。はい、でも、なんかね、納得しなかった。はい、納得しなくて、はい、
結局あの小学校の時に教会行ってたので、はい、聖書を読み出したんですね。で通勤中聖書読んでたんですけど分かんない、全然分かんない、いくら読んでも分かんない、分からないです。そうとしてる手に宣教師が引っ越してきたという、ああじゃあ質問をしに行こうという、そうそう、そういうタイミングが良かったんですね。奇跡的な神秘体験ってあるんですか、ゆうちゃん。最初はないですけど、あの、後からだんだん出てきましたね。どんなことが、僕でも奇跡はあると思ってるんですよ。ああそうですか。私はあのカリスマ派でいろんな集会に行きましたけど、私の目の前で目が見えるようになった人が何人もいましたし、うん、耳が聞こえるようになった人も何人もいました。それはなんでそれを与えることができる人がいるんですか、牧師さんの中で、司祭、真ん中。そう。ランクが高いとそういう力が備わるんですか。ランクじゃなくてですね、はい、あの、カリスマって言うんですけど、神様から特別な力をもらうことができるんですね。カリスマってキリストのことですよね。カリスマっていうのはメディーなんですね。あ、そうですね。メディーのことをカリスマって言うんですけど、そういう特別な能力をもらう人がいるんですね。キューちゃんは特別な能力、私はなんか教える賜物があるっていうふうに言われてるので、うん、まさに伝道弁としての、ああなるほど、教える、あじゃああのキューちゃん牧師のチャンネル登録数が多いのはあれ奇跡だったんですか、まあ、神の力が働いてる、ああなるほどなるほど、あでもすごい納得できますね、うん、いつまでたっても人が増えないので奇跡だったんですね。これから起きるかもしれない。あ本当ですか。あ信じたら、あのイエス様の力がね、本当ですか、はい、本当ですか、本当ですか、あ、分かった、俺入る、俺入るわ、そうだ、イエス・キリスト、そうだよ、キリスト教に入ったら全部与えてもらえるんだよ。アメン。アメン。アメン、すごい。あ、じゃあ僕入ります。あ、そう。あ、毎週日曜日通います。アメン。あ、入ります、本当に。あ、そうしよう。あ、俺、キリスト教入るわ。アメン。アメン。素晴らしい。アメン。いや、そうだよ、そうだよ。お、あ、そうだ。あ、僕入ります。アメン。アメン。あ、そうだ、素晴らしい。そう。あ、そうですよね。はい。あ、僕入ります。わあ、素晴らしいですね、はい。何すればいいんですか。そうですね。はい。あの、まあ今話してきたように、はい、まず自分の中に罪があることを認識すること。はい。和田さんが今までの人生で、はい、まあ、まあ、おばあさんから600万騙し取ったりとか、あ、ありましたか。いろいろあります。はい。で、それが悪いことをした理由が自分の中にある、はい、それに神様に反逆するサタンの心だって。はい。はい、自分の中にサタンの心がある、はい、サタンがいるみたいな感じ、うん、それをまずしっかり認めること、うん、あ、それは良くないと、はい、サタンがいたら良くない、はい、でこれをなんとか取りたいと、はい、この悪い心を取りたいと、はい、そのためには十字架しかないんだということを信じる、うん、十字架はなんか部屋とかに置いた方がいいんですか、うん、いや、あの身につけたりして、なんか作ってもいいんですか、あんまりお金がないんですけど、はい、作ってもいいし、はい、あのペンダントしてもいいんですけど、はい、これはお守りという意味じゃなくて、うん、十字架を忘れないという意味です。要はリスペクトみたいなもんですか。さっきあったですね、イエス様の、はい、あの十字架を誇るというありましたよね、はいはい、十字架を誇るという、はい、そしてその十字架によって確かに私は変わるんだ、変わったんだ、うんうん、あの罪が許されて、はい、生まれ変わったんだと、神の子として生まれ変わるんだということを信じて期待するんです。なるほど。本当にそのようになるんです。わかります。私も悪いことをしなくなってきたんです、はい。なんかやっちゃいけないこととかあるんですか、クリスチャンとして。あの、その十戒っていうのがありますよね。はい、十戒っていうのは、あの、偶像崇拝がダメだとか、それから、あの、親を敬わなきゃいけないとか、殺してはいけない、監視してはいけない、嘘をついてはいけない、欲しがってはいけないという、あの、基本的な教えはありますよね。なんか聖書でおすすめの本買った方がいい本ってある？聖書をね、はい、差し上げますよ。本当ですか？はい、はい。後で差し上げます、はい。ありがとうございます。熟読します。はい。毎週日曜日に。10時半からここで。朝10時半ですか？はい、10時。何時ぐらいまでやってるんですか、その日。ですね、はい、12時ぐらいなんですけど、その後、10時半から交わりもありますので。交わりってセックスですか？ええ、ええ、ええ。あの、仮食事と、ああ、それから何かこう雑談みたいなのが。今日も3時からあるんですよ。はい、あ、そうですか？はい。なるほど。僕、仕事が4時からなんで。あ、そうですね。じゃあ無理です。はい。はい。いやー、よかったです。あ、わかりました。素晴らしい。はい。素晴らしいですね。やっぱり違いますね。説得力がすごかったです、ね。はい。いや、嬉しいですね。はい、ああじゃあ、ということで、もうそろそろお時間ですね。すいません、長時間皆さんありがとうございました。ということで、あの、
結論はですね、イエス様すべて正しいです。はい。アメン。僕、今入信しました。はい。はい。はい。ということで、毎週通わないといけないですか？そういうわけではないですか？まあ、できれば毎週の方がいいですけども、はい。はい、イエスキリストは、まあ、はい、全てのことに対して優先するというのは大事ですね。イエス様が全て。そう、例えば仕事とか、はい、家族とか自分の考えとか、はい、世の中よりもイエスキリストを優先するというのが、はい、じゃあ今日出たことがいいですか、仕事サボって。いや、まあそれは急ですから、はい、思いませんけども、はい、次回から、うん、次回からなるほどなるほど、わかりました。はい、人生が変わります。はい、激変します。なるほど、激変しました。激変しましたか。賭けですね。あ、賭けです。いつ頃入信されたんですか。2週間前です。ああ、なるほど、先輩ですね、よろしくお願いします。はい、激変資格ある。まだしてないんですか。少ししてきたんじゃないですか。ですね。なるほど。うん、やっぱりね、聖書を読みます、僕。お母さん、まだ、はい、おられますか。生きてるんじゃないですかね、もう縁切ってるので。はい。じゃあね、はい、そのことを知ったら、お母さん、喜ばれると思います。はい、喜ばれると思います。いや、よかったね、みんなね。よかったね。よろしくね、これからね。はい、じゃあ、最後に、見てくれてる人、点呼しましょう。手を挙げてください。見てる人、お願いします。はい。京子さんいらっしゃい、匿名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 さんいらっしゃい、マルメルさんいらっしゃい、匿名さんいらっしゃい、匿名さんいらっしゃい、紀藤さんいらっしゃい、匿名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 さんいらっしゃい、邪教の方ですね、神主さんいらっしゃい、匿名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 、あ、お酒飲んでいいんですか、キリスト教って。まあ、飲まない方がいいですが、はい、ただ、はい、すぐやめれない可能性があるじゃないですか。はい、もう仕事なんですけど。あ、そうですか。はい、まあ、それはまた、おいおい。おいおい、神様がどうしたらいいか教えてくれるので。わかりました。神様とミーティングで。そうです。はい。紀藤さんいらっしゃい、ミウルさんいらっしゃい、匿名さん、おい、チャンチいらっしゃい、皆さんありがとうございます。匿名だらけですね。はい。うん。バーの経営はサタンの仕業。サタニスト。うん。わかりました。はい、和道さんの決心はものすごく素晴らしい決心で、はい、和道さんの人生を変えますね。あ、本当ですか。しかし、それを今始まったばっかりです、ね。はい、そうですね。だからまだちょっと弱いわけですよね。また疑いが出てきたり、はい、また、バーどうしようとか、はい、ね、ミスがどうしようとか、はい、いろいろなんですね、障害が出てきますので、はい、ぜひこの決心をですね、はい、しっかり保って、はい、いろんなその障害に打ち勝ってほしいと思うんですね。はい、わかりました。はい、わかりました。信仰持ってもすぐ辞めちゃう人もいるんですけどね。それせっかく、はい、救いを得たのに、はい、もったいないですので、はい、永遠の命を受けるし、うん、死んでも天国に行けますし、はい、この人生でも祝福を受けますので、ぜひ、はい、その決心をですね、はい、強くされるといいですね。わかりました、はい。そうしていくと、どん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 その神の言葉が聞こえるようになっていくんですか。そうですね。いろんな神様のことが分かるようになって、はい、こうはっきりこの見えてくるんですね。世の中が見えてきて、はい、いかに多くの人が愚かなことを知ってるか、はい、いかに多くの人が、はい、自滅の道を歩んでるかが見えてきて、これはね、良くないんだっていうことが見えてきます。僕がじゃあ今日入信するっていうのは神様知ってたんですか。うん、すごいですね。すごいですね。うん、なるほど。じゃあ皆さん、というわけでお疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様です。じゃあ歌舞伎町で会いましょう。お疲れ様です。
おつです。シャローン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 。大丈夫ですよ、どうぞ。お疲れ。もう、こんにちは。お疲れ。おつおつ、ありがとね。